子供の頃から僕の地域は貧乏な人が多かったのと、まあ周りにその生活保護の人が多かったのと、あと僕その小遣いもらうというのを高校までやらなかったので、金がないまま生活をするっていうのをずっとやってたんですよね。なのでお金がないというのは売ってるお菓子とか買えないし、周りの友達がお菓子とかをこう駄菓子屋で買ってても、僕はお金がないから買えないよねっていうの分かったし、なのでなんか周りの友達がゲーセンとかにいたとしても、なんかその友達にゲーセン代を出してもらうしか僕はゲーセンでゲームをする理由はないみたいなのがあったりして、なので割とそのお金がない生活というのを結構身についていて、なので未だに僕は缶ジュース買わないんですよね。まあ、地方とかに行って見たことがない缶ジュースがあると買うんですけど、他人の金で。なので僕の周りはね、万引きしてる人多かったんですよ。はい。なので、そういう意味でいくと、そのお金がない人というのがどういう気持ちでどう生活していくかっていうのが、割と、まあ、その、高校生の時もその、裏ビデオのチラシ配りみたいなバイトをしてたって話を、したことあるんですけど、なりとだからその、お金がない人なりにこういう生活をしなきゃいけないよねっていうのは、割とその、経験しているので、なので、その、お金がない人がどういう構造になるかっていうのが分かっていて、なので僕、闇バイトとかも、多分僕若い頃だったらやってた気がするんですよね。まあ今闇バイトって言われてるんですけど、その、悪いことをするバイトっていうので、ただ僕がやってたのって、裏ビデオの広告が書いてあるチラシを、その、笹塚だったり、朝霞だったりの、まあ家だったり、アパートだったり、マンションだったりの郵便受けに入れ続ける仕事っていうので、で、僕が辞めたね、1ヶ月後ぐらいにね、同じ仕事をしてる人逮捕されてるんですよね。だから要するに違法行為をしてたんですよ。まあ、普通にそのトースポに載ってる広告で応募してやったんですけど、でもまあ、金払いは良かったし、別になんか、まあ、裏ビデオ買うやつは買うんだし、別に俺買わないから知ったこっちゃねえやっていうポスティングの仕事だったんですよ。だそのあくまでね、バイトとしてはね、ポスティングのバイトっていうので募集していて、で、行ってみたら、裏ビデオのチラシだったっていう。だからアウトです、アウトです。完全にアウトです。だって捕まってるもん。そう、闇バイトっていうね、言葉はね、その当時はなかったんですよ。はいはいはい。だからなんか、その、お金ないからお金もらえるんだったらやるよねっていうね。時給じゃなかったんですよ。ね、その地域の配り終わるといくらみたいなので、ね、効率よく時間をかけないで配るっていうのができると、結構ね、手取り良かったんですよ。なので、そういう生活を僕はしていたので、なので、こう、闇バイトをやってしまう人たちっていうのが、なんか、うん、まあ、一言というか、僕もその時やったらやってるよねっていうパターンなんですよね。ちょっとビールの続きを持ってきます。すいません。